It's time! Yo, yo, yo! Golden Benz 中古の Benz I love Chris French 片後ろの Benz 今日も転がす中古の Benz早いね、10分前行動。お疲れ様です。なんどうしたっけ、10分前に来た。来ちゃいました、はい、すいません。気持ちの変化、いつも5分前じゃん。そうですね。なんで今日10分前なの。気合を入れたからです。一緒じゃん、俺と。マジやばいね。お願いします。意思の疎通ができてるね。そうですね。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。今日は、俺ね、アンパンマン最近一緒にこう持って歩いてるのが好きなんだけど、バレンシアガ。ちょっと新しいキャラクターをね、もっと歩きたいなと思って、ファッションとしてね、それも。で、そうだね、UFO キャッチャーやりたいんだよね。なるほど。UFO キャッチャーっていい？あ、いいですよ。ちなみに翔さん、UFO キャッチャーって、はいはい、なんで UFO キャッチャーっていうか知ってますか？あ、それね、これね、哲学あんの。なんでかっていうと、なんで UFO キャッチャーっていう、歩かなかったらいいですか？はい、どうぞ。それね、俺思うには UFO でしょ。 UFO って宇宙人が乗ってるってさ、こういう、でこういうやつ、 UFO 宇宙から来る、はい、宇宙から来る物体が UFO っていうんだけど、はい、多分皆さん知ってると思うんだけど、で UFO が要するにキャッチするから UFO キャッチャーなんだけど、はい、なんでそう UFO キャッチャーっていうかっていうと、結構深くて、UFO キャッチャーって要するにあれ、 UFO が人をさらうんですよ。なんでだって UFO がキャッチするって普通おかしいじゃん。だから UFO は飛ぶ物体じゃん、はい、そこに宇宙人が乗り込んでいくわけじゃん。でもキャッチするってことはさらうんだよね、要するに。でそれが本来は人間を昔の、まあ、最近もそうなんだけど、人をさらうんだよ UFO って、はい、でまあ昔で言うならば一回宇宙にさらわれてまた戻ってきたって人もいるんだけど、俺の中では大抵ね、さらわれた人はよく行方不明とか毎年出てるじゃん、はい、身元不明になっちゃって、はいはい、探してもね、あれね、 UFO にさらわれてるんですよ。あ、そうなんですか。そうです。でだから、ただ UFO キャッチャーは掴むじゃん、はい、まあ、これ、まあ、キャラクターなんだけどね、はいはい、でもリリースするんだよね。ああ、なるほど、うん、だから UFO でも2パターンあって、リリースする UFO っていうのはあれはね、味方なんだよね、人類にとっては、はいはいはい、ただ人類のそういう今のこういうバランスだったりウイルスだったりいろんなものを調べなきゃいけない、宇宙人っていうのは、はい、こう宇宙空間っていうのは微妙なバランスで成り立ってるから、人類の変化なんかも宇宙人は調べなきゃいけない。その微妙な変化でぶっちゃけ地球のこの人類はイメージでさ、よくさ、もうテレパシーとかさ、よく言うじゃん、はい、とか例えば両思いとか、これ人間っていうのはこの次元だけじゃなくて一つ上の空間でイメージしたりとかできるのね。じゃなくイメージがなければアーティストって生まれないから、うん、そうですね。だからその現実の世界が少し上の領域のなんつうんだろうね、イメージ空間って広がってるから、だからそこの空間で変化ってあるんだよね。でそれを宇宙人、難しい話しちゃったけどごめんね、これで終わっちゃうね、もう行っちゃうか。今何分喋った？もうすぐ4分です。あ、もうやめよう。とりあえず UFO キャッチャーっていうのは人を救うところが来てて、ただリリースするから、 UFO キャッチャーはまあ、人類にとって味方の UFO です、宇宙人です。なるほどですね、うん、でリリースしない UFO キャッチャーもあってもいいかなみたいな、捕まえるだけそのまま消えていくみたいな、だからお金取り虫みたいな、そういうのがあっても面白いんじゃない。ただ取って よく言うじゃん、魚もさ釣ってリリースするわけだから実際手元には残んないわけじゃん。そうですね。そう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 、だからなんだろうな、そのまあ、要するにリリースする感じだよね。なるほど。でこっからちょっとその密になるんで、感染がね
今はもう10メートル以上ね、人とこう離れて歩いていいんだけど、まあ、3メートル、こっからはね、ちょっとね、密な危険なんでマスクします。やってみます。これこれ黒ったね。ちょっと一回準備し、すごくない？これ取れるんだね。これこれ星のカービィになってる。星のカービィですね、はい。あのゲームボールとかだったよね、星のカービィって。ありましたね。ゲームのあれでしょ、アニメなのこれは。ゲームなの、漫画とかもあったような気がしますけどね。スーパーファミコンですよね。ウケる。めちゃめちゃウケます。これやばい。やばい、インパクトがやばすぎる。じゃあ今日もインスタ動画もここに撮ろうかということで、あのこの後は、今日ショーのね、最近インスタも結構ね、動画なんかも短い動画なんだけど、ショートで1分ぐらいとか15秒から1分ぐらいかな、その動画ここで撮ろうと思うから、それは URL 下に貼っとくから、あそこから飛んでインスタの方もね、みんなフォローして見といてください。ってことで今日のね、ショーのこの YouTube の方は、あの、まあ、さっきも言ったけど、キャッチして リリースする、あのリリースするわけだから、戻すわけだから、 UFO キャッチャーは決して、ね、人類にあの敵ではないです、味方ですから。ってことで無事ね、星のカービィ撮りました。はい、ってことで、ね、次回のショーの、ね、YouTube 皆さんお楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。今よりもさらに高く、この悔しさ明日に生かす、捨ててから俺はみ出す、今に見とけさらに光る。俺が病院ベッドの上で涙を流し頭を伏せて、こんな姿誰もわからない、わからなくても構わない、自分の心に刻まれてるから。